飛び職とは一般的に日本の建設業において高所での作業を専門とする職人を指す。飛び、飛びのもの、飛び工とも言う。長場では基礎工事、簡単な建築仕組みなど、事業も行う。このため、飛び、土工と一括りで呼ばれる。飛びの画数が多いことからしばしばよくと略される。作業の種類や職業などによって足場飛び、重量飛び、 鉄骨飛び、橋梁飛び、機械飛びなど多岐にわたりそれらを総合的もしくは専門に行う者がいる。建築現場では、高所を華麗に動き回ることから、現場の花とも称される。登場の時、針から針へ文字通り飛んだので飛びと言われる。道具として代表的なものが飛び口でありこのことからも、待ちびけし、はしご乗り、気ありとは不可分であると言える。 またこの飛び口から飛び職と言われる。引屋の由来は上等式の引き綱の下を参照。やり方集の由来は下記、基礎工事業を参照。または、木やり方、木やり集なども飛び職の別名であり、やり方の語源である。飛鳥時代には、右艦、左艦という名称で今でいう左艦業とそれ以外の不信業を右艦といった説や左艦。 大工説などはっきりしないが、安土桃山時代に白武神で活躍した、あの州の一部が白武神が亡くなってから引き矢に、転業したという記録が残っている。飛び職と呼ばれるようになったのは、江戸時代以降である。江戸時代の町奉行、自社奉行という行政上の自治管轄の名残により、自社大工、町大工、野町場大工というように大工は故障されるが、町飛び、 の蝶場びという故障に対し自社跳びという表現はほとんど聞かれない。主に木造軸組工法の家屋の建築を担う職人。作業内容は事業、基礎工事、足場の仮設、登場。その他は建築解体、引きや木あり。祭礼内容は自賃祭、上等式、竣工式、町飛び、蝶場飛びとも言われる。古くから日本各地では、 相互扶助の単位として町あるいは町場という共同体があり、江戸時代までは都市部の公的な自治単位として多くの権限を有していた。都市部の庶民の祭り行とは伝統的にこの単位で行われ、その観光が今でも残っているところも少なくない。こうした自治の場で町飛びは観光総裁のご助活動などや消化活動、祭礼、橋、井戸の屋根、 鶴瓶や上水道のマス、木管や下水道のドブ板といった町内インフラストラクチャーの作成、保守などを町大工と協力して担ってきた。現代で言えばインフラストラクチャーを大工が作り、イベントを飛び職が行ったと言える。不審においてその町に住む者はその土地の飛び職を使うのが不分律でありそれを疑えるときは、それなりの理由と挨拶が欠かせなかった。 またこのようなことは飛び職に限ったことではなく町の中でお金が循環するという総合扶助でもある。しかし町の中でも商店や職人を積極的に悲劇にするが、不分率の拘束は弱く、町飛び、町大工、町引き師などの町を関する職方には、我々の町のという誇りを込めたニュアンスがある。江戸時代の商家は方向の家屋を解体して、 炎症を防止する破壊消防だったため、民間人のボランティアにより構成される町引け市では、本来が建築労働者で家屋構造を熟知し、かつ掛け屋や,や飛び口などの道具の扱いに習熟して素早い家屋解体が可能だった飛びの者が、引けし集の主力を占めた。以後引けしは飛びと道義になり、歌舞伎など江戸文化の題材とされ、飛びの間に、 独自の火消し文化が発達した。現在でも、消防で染め式では飛び関係者により、はしご乗りの演技などが行われる。東京の場合、はしご乗りは、東京と飛び工業会の別組織である、火消し文化の伝承を目的とする江戸消防、記念会の会員により行われる。ほとんどの老舗の飛び職は、神社のう子であり、神託を受ける者として、神の寄り台であるとも言える。 現代では主に以下の3種類の飛び職に分類される。ただし、会社、職人によっては、複数の職をこなせる場合がある。町飛びに対して、野鳥場飛びというのできていない土地を指す。建築現場で必要な足場を設置する職人。単に高所作業を行うだけでなく、設置場所の状態や作業性、足場解体時の効率など、その場に応じて、 的確に判断して組み立てることが求められる。会社組織として、建築現場の仮設足場のレンタル、据え付け、解体を一体となって受け負っている場合が多い。鉄骨構造の建築物において、鉄工所、ファブなどで製作された柱や梁になる鋼材をクレーンなどで吊り上げて組み立てるとび。土木では、橋梁の現場で、主ゲタ仮設を行う。 また、建物内部の重量物の据え付けを行うのも重量飛びである。足場、鉄骨飛びに比べて専門性が高く、プラント、空調給排水設備、電気設備工事の一部を重量飛びが仕事する場合も多い。送電線上で作業中の送電飛び正式名称は送電線下線工。特別高圧架空電線路の付設や保守作業などを行う。 作業には電気工事士の資格が必要なため就業者は工業高校や高等専門学校の卒業生が中心だという。近年は担い手が少ないため送電線河川公会社は自民の確保に困窮している。基礎工事業を主に町場の住宅の基礎工事を専門とする町飛びから分業または兼業。基礎工事の準備段階としてぼっくりと抜きで ベンチマークとなる囲いを作るこれを、やり方といい、飛び職の別名になった。また、やり方の語源とも言われる。引き上げを建築物を基礎から分離し上物は解体、分解せずそのままの形で移動、移設する職業。歴史的に古く飛び職の職能の一部だったが、最近は高度に工業化されたコンピューター制御のジャッキアップシステムを駆使する専門業者も多い。 解体業建築物の解体を行う職業。足場加工も必須である。飛び職から分業、または兼業。また、町引き市の消火活動自体が、炎症家屋やその周辺の家屋を素早く引き倒し、防火帯を作るという荒っぽい作業であったが、その緊急時、危険な場所での技術が解体業の礎になったことは否めない。 煙突掃除業を主に銭湯の煙突掃除を行う。銭湯がボイラー室を持つようになり、法律によって煙突の設置と高さが定められた。そのことにより掃除や点検をする専門職として主に街飛びから分業したが、現在、銭湯自体が激減し都心部でも数人しかいないと言われている。足場の組み立て等作業主任者などを所持することが多い。技能検定の中に、 飛び技能士の一級技能士、二級技能士、三級技能士の技能検定試験がある。現実としては無資格の請負いと派遣社員で作業している業者も多い。一級次に掲げる作業試験を行う。丸または交換を使用して新図加工役の作業を行う。ソリに乗せた重量物の運搬の作業を行う。三種類の重量物の目測の作業を行う。 二級次に掲げる作業試験を行う。丸多または交換を使用して型流れ小や組の作業を行う。三種類の重量物の目測の作業を行う。公共職業能力開発施設の職業能力、開発校、事業に等による認定職業訓練による職業能力開発校の訓練課として飛び課などが設置されている。 例えば、東京飛び高等職業訓練校、金子仮設工業株式会社職業訓練校、株式会社、鈴木組が運営する鈴木職業訓練所などがある。作業服の中でも飛び服という分類がある。七部と呼ばれる日課ズボン型の裾が広がった作業ズボンなど、独特の作業服を着用していることが多い。直たびや、 鉄鋼ギャハンなどを着用することもある。ありがとうございます。